はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、レクセンリン講師の海野です。森山です。 今日はあはお休みの中ですね、この生では新宿、エルタワー香港にお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。そして、この映像、各レックの香港に同時中継しておりますので、中継先でも聞いてくださっている方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、今日はあは私と森山講師の方で、司法書士の無料公開講座といたしまして、最新事例から見る司法書士の実務と将来性というタイトルでお話をさせていただこうと思っております。1時間弱、50分ほどの時間を頂戴して、 ちょっといろいろ皆さんにとって有意義なお話をしていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。えっと今世間では司法書士の受験者減ってますよね。そうですよね。で受験者減ってるし、まあインターネットなんか見ると司法書士は儲からないんじゃないかとか、まあいろいろ言われたりしておりますので実務に詳しいあのうん先生の方にですね今日はあいろいろそのあたり、えー、司法書士の現状というのをですねもう本当にこう本音でお話をいただければと思っております。よろしくお願いします。あの収録してるの本音で <laughs> 本音であの話していこうと思います。それではあのちょっとあのおまずう最 最新事例の方をですを、ね、少しあの森山先生をちょっと中心に私が突っ込む形であのお話をしていただこうと思うのでそのために今日あの森山湖市があのしゃべる文に関してはレジュメをあの用意してございますのでお手元にねどうぞお開きいただければと思いますこちらですね 1>,、はい、であの1ページ目にプロフィール載っておりますが運の先生が上で私下であの見ていただければいいんですけども。<laughs> うあの海野先生のところにあの好きな果物はマンゴーというふうに書いてありますけど、どういうことなんですかねこれは <laughs> な、私入れた覚えないんですけど、これ誰が入れたのに、か好きな食べ物、マンゴーは知らない、今、私、初めて聞きました、あのいや <laughs> なんかもらったりしてるんですよね、ね毎年もらうんですよ、毎年ね、あの教え子があの機械島にあのいる司法書士がですね、毎年あの、えー、大きなマンゴーを送ってくれるんですよ、なるほど入れた覚えはないんですけど、今、初めてき知りました、じゃあいしはい、いきましょう、それはそれはいいですから、はい。<coughs> ええと、2ページ目の方を開いていただければと思います。あの今、これ受験会でもう勉強始めてるという方はですね。色々い聞いてるかと思いますが、あー、司法書士のこの？ まあ、受験だけではなくて実務のほうで本当にたくさんの改正が進んでおりますね、もうすでに施行済みのものもあるし、今、国会で進んでいるものもあるし、国会通って施行を待っているというものもありますね、でそれを2ページのほうに書いてありますから、ご覧いただければと思いますが、えー、一番大きなものはやっぱり、丸1度、丸3の民法の改正ですよね、そうですねこの民法は本当にもう大きな改正で、ちょうど施行が来年の4月い日そうですね。 で相続法も大きいですよね。そうですね、うん、あの債権法は本当に大きな改正で、えー、債権が抜本的に変わったりだとか相続変わったりしますけれども司法書士の実務においては相続が大きいんじゃないですか。 相相続続はは大大きいですすねねも,もう上を下を下騒ぎになってます、ねうん、今、あのちょうど施工を迎えたばかりなので、非常にあの実務でも対応できてる先生と、まだできてない先生がいますね、本当はね、みんなできてなきゃいけないんですが、なかなか実務に追われてできない先生もいて、できる先生のところに仕事が集中しているような感じですね、そうで,すねでこの改正が絡んでくると、そのように、まあ、できない先生も,ももちろん本音で言うといますから、新しく合格した方なんていうのは、入っていくチャンスですよね。そう 司法書士会に呼ばれて実は司法書士に研修をやってるんですけどいやー受験生に教える方が、ね、楽ですねあの <laughs> 司法書士の先生たち皆さん実務で忙しいので、えー、勉強になかなか時間が割けなくて現状、ね、本当に対応できてない先生がいらっしゃいます、うんえー、それはびっくりですけどねあの業界としてはちょっと多いと思いますがそのでも、現状はあのそういう,う事実はありますすそうですね、うん、本当にこれ相続に関しては結構大きく変わっていて、まあ、遺言書の書き方なんかも変わってきますからね。そうですね、うん、あの実質 少々遺言というね、自,自,自分ので字で書く遺言状の書き方変わりましたんでね、大きな変化だと思います、で遺言書の保管制度なんていうのも来年、すね、来年でしたっけ、で,できますよね。 遺言書の書き方でいうとその財産目録ですよね、これがコピーとかでよくなりましたから、昔はこう全部書いていかなければいけなかったですからね、実質でね、まあ、そのあたりも例えばお客さんに聞かれたときに対応できなければ信頼なくしたりしますし、登、ま、記、あ、なんかにも影響しますからねで、それから2ページのところでは、他に民法の改正なんかもあって、例えば丸2番のところで特別養子縁組制度が変わったりしますね。でこちらはは今までは6歳あのいわゆる小学校行く前のところ で特別養子を迎えなければいけなかったのが15歳、えー、中学生まで OK ということですね、やっぱりこう、えー、恵まれない家庭の子がです、ね、今まではこう幼稚園までにどうにか新しい家庭作ってあげようということではあったんですが、あやっぱり小学校とか中学校で虐待されてしまうとかいろんな事例がありますから、15歳までは、えー、特別養子縁組で新しい家庭作れるということになりましたね。でそれかから気になる改正はありますか 気になる会社は成人年齢ですね、成人年齢が引き下がる、えー、司法書士になることができる年齢もそうですね、ね18歳ですね、18歳からこれがだいぶ先ですね、2022年からですね、えー、18歳です、ちょうどうちの娘が多分成人式迎えるときに、3学年連続、ね、3学年一気に成人になるという、あそうえどうなるかという年、ねうん、ですね。 でえー、そうですねそれもだいぶこの成人年齢だけではなくてこの婚姻の制度も多少影響を受けたりしますからねであとは、そうです丸、ねえー、8 ○9 のところではこれこそ司法書章が変わったりしますね。ねまず 丸8のところではこれ司法書士法だけの改正ではなくていわゆる成年被権人とか被補佐人の地位というものをきちんと確保していこうという改正の一環として司法書士についての資格取れるよという,ふうにしたわけですね結核銃から排除したということになります実際に成年被権人とか被補佐人が結核児で亡くなったとして司法書士えどのようになるんですかね ここも今、議論がまだ成熟してないところですよね、なかなかそのあたり、まあ、とりあえず結核銃からは削除したよということではありますよね、でそれから、丸9が大きいんじゃないですか、司法書士で懲戒権者とかあ、一人での法人認めるだとか、そうなんですよ、うん、司法書士法人って皆さんご存知ですか。司法書士今2人 以上いないななと法人化でできなかったんですよだからあのどうしても法人化したいけれども、ね、1人でできなくて、まあ、税法上の優遇措置が法人の場合のは強く受けられますから、どうしても法人化したいんだけれども、仲間がいないっていうような、ねうん、え人があのいたんですけど、1人から、1人からできるようになりますので、結構、法人数増えると思います 1>, 1人で法人になると有利なんですか、うん 税金の面では、有利ですよね。買会費は変わらないですね。変わらないだけど、法人名義の預金通帳ができたり、今、個人でやってるのは、個人の名前の振り込み口座にお客さんからお金振り込んでもらわなきゃいけないんですけど法人になればね、法人名義の通帳とかできますから、それは楽ですよね。なるほど、そういうことですね。だから、それは業務がやりやすくなるということですね。 でその人気になることが書いてあって、うん、実は受験生はその会社法の改正がいつ来るかというのはそれが来る前に本当は受かりたいですね。そうですね,ね、うん、ちょっとこれをまたあの概要はここでははっきり言いませんけれども、えー、中程度の改正なんですよだから司法書士の勉強をしている人にとってはもう改正は避けては通れないだからまあでもいちいち怖がることも不要なんですけどただもう分かっているものがあるんだったらその前に受かっていきたいというのが、ね。そうですねで受験も、うんまあ、ある意味 今の勉強で済むし、はい、受かってから改正があると、本当にビジネスチャンスですからね、そんな形で頑張っていただければというふうに思いますね、この会社を改正、あれですね、あのもうすでに改正されてもおかしくなかったんですよね、流れ的には。ただあのいろんな ゴーンさんの事件とかがあってえ結局、社外を強めようという改正だったんですけれども結局、社外の人をいてもダメやんかみたいな話になって伸びてしまったわけですよねですからまあこれがまた今回の臨時国会で通るかどうかというところで本当にいろいろ激動の時期ですね。私が例えば

ということがやっぱり相次ぎまして、その後はは26年の商法、会社法の大改正のときにもやっぱりベテランの商業登記、結構やってる先生が引退するっていう、大型の改正があれば、とこと対応できないベテランの先生たちがある意味、辞めていかざるを得ないというようなことが起こりますんで、今度の再建法改正は、まさにそれをの感じでいくと、かなりやめますから、な,なので業界はかなり変わっていくと思うので,で、大丈夫だって皆さん言うんですよ、対応できる。でもねお客さん 実はすっごいよく見てるもうあの不動産会社の担当者の方たちってものすごくあ銀行の方もですね実は再建法改正勉強してるんですよあの社内のあのセミナーとか、えー、研修講師なんかも呼ばれていくんですけどすごいですよ銀行の融資担当者の方たちって再建法ものすごく勉強してるそういった人たちをお客さんにして司法書士の方が全く対応できてなかったら絶対足元見られます足元見られるしあっダメなのこの先生ってすぐ、うん、分かっちゃうと思うんで,そう,でそういった意味では改正法で勉強されて合格するっていうのはすごくそれだけでステータスになって そういった意味のチャンスは、ね、来年以降、ありますね。大きな会社ですからね、うんあのー 私なんか小さな改正でもそれ経験したことがありますよ、あの共有物分割の登録免許税が千分の4だったのが千分の20になって、で私、その時価区画整理の関係で、旧物分割10件ぐらいやってて、3人の司法書士でやってたら、残りの2人の司法書士、ギブアップしたんですよ、計算できなくて、でそれ全部一人で何十件もやってで、それで計算、もう多分一倍早くできるようになったら、ですねもう千葉県内のその研修で呼ばれて、いろんなところで、計算の仕方を喋ってきましたから、もそういう仕事がどんどん増えますよね。そその こんなちっちゃな改正でも。 増えましたからで、こんな件になったら、本当にもっと大きな話になりますもん、ね、そうですね、今、はい、大手法人なんかでは、本当にあの新人合格者をま取り合ってるような、うん、結構今、業界としては景気がいい方なので、えー、特にあの受かりたての新人合格者は、法人がすごく採用したがるんですよ、新人がいいんですか、新人あの、新人合格者を、うん、でそれでやっぱり、再建法改正で勉強してきた新人を、来年は採用予定を増やすって言ってる法人が結構いますね、<ー>お多いですよ。そうちゃんと勉強してるからっとてるかららですね、うん、だから新人がいい はい、だからそういった意味ではあの、改正ってすごく後ろ向きに捉える受験生が多いんですけど、うん、あの前向きにビジネスチャンスが来るっていうことは、あの一つ思っていただいてもいいのかなというふうには思いまということで、えー、改正がたくさんあるよということではありますが、ビジネスチャンスであるということですね。 で、レジュメの3ページの方に行くと、まあ、これもですね、新しい動きでまだ実際には法制化がなかなか進んでいないところでありますが相続登記が義務化されるなんて話を聞きますけれどもこの辺りは どこなんですかね,ね相続登記、やっぱりあの所,在所,所有者不明の物件の問題がすごい今実務で問題になってて、うん、で結局、東日本大震災で、ね、あの集団移転をするに地権者を特定しようと思っても何代も前の相続登記から終わっちゃってるるていう所有者がわからないとか。うん、で空き家で、ね、あのもう 今にも倒れそうで周辺住民がみんな困ってるけど取り壊すには所有者のねあのに費用負担してもらわなきゃいけないのにそれこそもうえ大正時代で終わっちゃってるとかっていうね、うん、そういうのも本当に今社会問題化してますからね相続に見つかったら相続人が全員放棄しちゃったという事例も聞きまし本当に相続登記今まで義務化じゃなかったんですよでそれがあの問題だろうってことでここはもう今司法書士の方がえむしろ法改正の中心的なあの存在として今国会なんかでも、えー 少子しが、えー、改正の審議委員のメンバーに入ってますね。そうですね。ねうん。でもこれ相続登記は義務化されれば我々にとってはすごくあのチャンスですよね,ですね,ね。チャンスですね。チャンスですね。で。 まあ義務じゃなくて,ってやるだろうと思いきや、えー、相続登記とかほっとかれてる不動産が九州ぐらいの大きさあるらしいですからもう本当にこれが義務化されたら司法書士の仕事っていうのはだいぶ増える感じではありますよね今まで、うん、あのやっぱり山林だとかあの畑とかだとやっぱやりたがらない依頼人多いんですよ、どうせ山林だからとかって、うん、でもそう,そういうところで相続登記を1回でもやらないともう本当にあの2台、3台になっちゃうともうえらい大変。ね、ここのの間私のところに来た依頼人であのなんか 都道府県なんか自治体がなんかソーラーパネルを山林にいっぱい設置したくて土地用、地権者から結構なお金で買い上げるっていうなんかそういう収容、はい、じゃないんだけど買い上げるっていう計画があって地権、はい、者を調べてみたんだけどそれこそ全く相続登記はされてないだけどいでも高いお金で買い取ってくれるっていうことで、うん、やっぱり今までやってなかった人が、ええ、やっぱりやるっていうことになった、ええとこやるって言って依頼が来たんだけども3代にわたる相続登記で結局、山林なのにそれだけでもう何百万っていう。はい 報酬にあ相続人が68人とかいるんですよ<ー> <laughs> もう何3代にも渡っちゃうと、まあ、68人でも実は少ない方なですか、ね、3台とかだと100人超えちゃうことありますから、うん、そうなので、これ、まともにやったら、あの報酬としては100万超えますよって言ったら、えーっう。やっとけばよかったってね、そんな、今更やっとけばよかったなんて言われても、でどうしますかって、でも結局、買い上げてもらえる金額と、えー、全然、うんあの、ペイしないので、じゃあいいですみたいな感じで断られちゃったって、<ー>でもね、それ、本当にやっておけば、あのえー、そこまでならなかったっていうね。でも 今時すでに遅しで、ね、うん、結局あの、どうなったのかちょっと分からないんですけど、うん、そういうような問題もありますよ、ね、なるほど、うんで、法務省なんかも力を入れてるのが、試験問題からも分かってきますよね,ね,すね最近あの、本当に数字相続の問題だとか出てくるし、さっきのソーラーパネルでいうと、校長財団の登記も出てきましたし、本当にこう実務に直結するような試験問題になってますから、そのあたりから本当にこう相続登記に力を入れていこうという法務省の意図なんかも、試験問題から見えてきますよね。うん うん、数字相続ってあれですよ、A さんが亡くなって、お父さんが亡くなってで、息子さんが相続登記する前に息子も亡くなって、孫世代になってようやくこの2件の登記を申請するっていうね、そういう問題が今年試験で出たんですよ、でまさにそれはだから、2代にわたって相続登記ほったらかしてたっていう、そういう、ね、あのことを受けての問題なので、そのマンションが空き家だとか、うん、書いてありましたもんね、<laughs> <や>本当にこう、実務的なだから、本当にそういった実務を意識した問題っていうのが、すごく司法書試験、出てますね。はい、でこのの相続登記の義務 っていうのはだからすごく司法書士としてはチャンスだしあの、うん、多くの司法書士が結構これについてはみんな興味持ってるんじゃない,ないかなというふうふに思うんですけどね。 であの相続登記のまあ義務化に関して、第一歩となる改正はもう今年7月に実は施行されてるんですよ、あの法定相続分って、法律で決まった相続分を超える相続をした人については、登記しないと対抗できないよなんていうふうに変わってきているので、そういった意味では、もう第一歩、もう動いてますねそうですね。ね 民法で相続法が改正されたもこの話のつながりですね。そうですね。うん、そうですね。はい。だから第二弾がいつ来るかね。本当にこれはもうあのすごく楽しみな改正ですね。<laughs> じゃあ四ページがいくか。はい、次々あ、これは地面紙の話ですね、えー。大手住宅ハウスメーカー。 ですね、63億円の、えー、地面紙被害、ね、非常に興味ある方いらっしゃると思うんですがこれ、全部説明する,するいやー、しなくて <laughs> これはあの勉強してない人にとってはちょっときついかなまずあれですよね、使用書士というん、ってのは、決済に行くわけですよね売買、うんね、代金の決済ですね、うん、その時に一番怖いのは、売り主が成りすましてるそうですね。ね だから例えばあの不動産の売却、ありますよねまあ皆さんも不動産買ったことある方はなんか銀行に行って司法書士がいて、そこで初めてこう司法書士と会うということがあると思うんですけれども、あれ、何やってるかというと、例えば A さんから B さんに売るときに、B さん、お金払うじゃないですか、お金払ったら必ず登記を B にしてほしいわけですよ、だから司法書士が A の本人確認、売り主の本人確認をして、印鑑証明確認して、実印確認して、ちゃんと犯行してもらって、これで登記通りますと言って、お金を払ってもらうわけです。 まあ銀行も抵当権あのー、融資してもらうわけですね。それで司法書士がもう書類は整いましたから、私がちゃんと B 名義にしましょうちで法務局に行って特進せをするということですよね。でこれで実際にはすいませんあの実印じゃなかったですとか後であのー。 当期が取らなかったとしてもお金払ったじゃないかって話になりますから大騒ぎになっちゃうわけですよね、でそういうことが起こっちゃったとということですよね,ね今回、本当にもう、うん、あの前代未聞の金額だったので、かなりニュースにも、ね、なりましたよね、ね犯行グループも、ね、すごい人数がいて、みんなどこに逃げたんですか、海外に、ねね、逃亡してなんて、今も全員逮捕されましたけれども、うん、ちょっと問題なのが、これ、担当の司法書士が行方不明なんですよ、今、<laughs> 担当の司法書士、それであの、ちょっとやっぱり出てこられなくなっちゃってるんじゃないかということで。えー、で一応この 住宅ハウスメーカーがあのの方の過失も大きいって言われてるんですけどまあ司法書士に責任追及してくるとも 限らね、来るかもしれない、ね、これ、司法書士も責任問題になっちゃうんです、いわゆる、えー、売り主の成りすましを見抜けずに、ゴーサイン出しちゃう、売、ね、買で払っていいですよ、ね、もう登記通りますからあの、えー、どうぞ融資実行して代金払ってください司法書士がゴーサイン出しちゃうと、実際にその売り主の成りすまし見抜けずに、で、成りすました地面師が結局お金持って逃げちゃうんですよね、でも登記通りません、ねで、真実の所有者は売る気ない,ないし、全く、ね、そんな関与してませんなんてことになると、じゃあ見抜けなかったのは誰の責任だと。 司法書士がいけないでじゃあ、司法書士に損害賠償しろって言って最悪売買代金全額プラス慰謝料相当額みたいな何千万円級の、ね、損害賠償を現に食らった司法書士って過去に何百人っているんですよだから、えー、今回の件も住宅ハウスメーカーが実際、司法書士を訴えたってニュースはまだ聞いてないんですけどちょっと今後どうなるか。 ですよね。少々して保険ありますよね。うん、保険あります。大体皆さん五億ぐらいの保険入ってます。私も五億の損害保険入ってますけれども、でもやっぱ心配な先生はもっと入りますよ。ああ<ー>、うん。もっと入ります。これこれ保険じゃ無理ですよね,ですね。無理ですね。うん、保険じゃ個人だったら入って十億がマックスじゃないかなと思うんで、うん、えちょっと六十三億円は無理ですよね。えー、でも結局そうなると損害賠償ってあのじゃあ破産しちゃえばいいじゃんって,言って。 でも破産したら、司法書士の資格も失っちゃいますし、破産してもこう損害賠償って免責されないんですよ、なので、もう本当に一生ね、結局払っていかなきゃいけないような、もう1回の判断ミスが、司法書士人生のみならずね、もう自分のこれから将来の人生まで不意にしちゃうような、まあ、そういった意味では非常にわれわれにとって怖いあの案件ではあるんですけど、いたずら皆さんを不安に陥れてるわけじゃなくて、ちゃんとやることやってれば、実は見抜けるんですよね、でですね事事前準備とかも大事ですよ、ね準備うん、で今回の件も、実は見抜けた案件だったんです。 見抜けたんこれはでもちょっとあまりにも住宅ハウスメーカーさんの方もずさんだったなというふうに思う面もあり、まあ、もちろん担当使用書士もミスがあったんだと思うんですけど、うん、でも見抜けない話ではなかったって言われてます、うん、なのでそういったところを不動産東京でででやるんすすよねねそうですね、うん、ハウスメーカーもなんか弁護士もいて、うん、もうどんどんやりたいような空気があったっていう話も聞きますもんねもう本当にあのだから我々も地面師にはまず気をつけなきゃいけない。で よく言われるのが登録して1年間の間に必ず来ますよって言われますよ研修で登録して1年間登録すると漢方とかに名前が載りますから新人使用書士分かるんですねでそうするとやっぱ新人はあの金お金困ってるんだろうってやっぱり事務所も思うらしくてそれであの急ぎの案件大体事務所を見抜くポイントは急ぎ急いでる、ね、現金で買ってくれる飼い主さんをあの見つけた、ね、で明日とかに決済してほしい、ね、でそれであとあの現金決済だから融資がないんですよだから 売買契約から代金決済まででがすごいスピーディーにできるでおまけに本人確認はできてるから安心してくれ、うん、この3点セットですだい大体この3点セットで来たらもう危ないと思ったらいいって、まあ、研修とかでも、ね、よく言われるんですけど私のほも来ましたよ来ましたの神奈川の葉山のなんか高級 <laughs> あの別荘地を現金であの今買ってくれる不動産会社が見つかったから<ー>明日決済来てくれないかみたいな「うん、いやいや明日今日の明日ですか?」って言って「いやそれはちょっと無理ですねああじゃあいいです」とか言ってこうガチャンってやっぱり切っちゃうっていう。あ<ー>であとからそれで その電話相当周りにかかってたらしいんですけど、うん、結局、神奈川の先生じゃなくて、東京の新人使用者が受けちゃって、<ー>やっぱりされました、騙されました、もうそれで、まあ、ちょっとその後どうなったか分かりませんけど、えー、なので、本当に新人使用者、気をつけろって、私もね、騙されたことはないですけど、うん、本当に最初の1年ぐらい、決済行くの怖かったですね、もう、実にちゃんと何回もチェックしたりとか、まあ、一番いいのはやっぱり事前にちゃんと準備して、情報を得ておくと。うん でやっぱり不動産屋さんから依頼があったりしますから結構、強く言われるとどの辺りまで信頼していいとか、うん、あ難しいですよね仕事もらってる手前もあっていやでも本当に、うん、あの信用せずに自分の目で確認しないとそうですね。うん でも中にはあの私、これは講義とかで言ってるんですけど神奈川のすごいベテランの先生で決済の当日にの売り主さんから印鑑証明書をもらうんですよ印鑑証明書をもらって、うん、そのもらった印鑑証明書の手触りで偽造だって気づいたんです、で<ー>手触りで、まあ、その先生はその,その地域に特化したその地域の印鑑証明書を何百回何千回って触ってるからる、うん、紙の質で分かった、これはおかしい、この印鑑証明書は今までと違う手触りだって言ってでその場であの、えー、お客さん待たせて。 ゴーサイン出さないでちょっとあの調べたいことがあるって言って別室に出て速攻市役所に電話してでなんか市役所も秘密のなんかあ,のあれを教えてくるんですってあ,のあそこにスかしが普通の人は知らないけどそこにスかしがあったら本物ですねっ教えてもらってでそのスかしがなかったっていうことでじゃあもうそれ偽物なんでっていうことを分かってすぐあの警察に電話して警察にとにかく引っ張れって言われてであの引っ張って引っ張ってもうなんか手に汗握るんだから引っ張りまくってその間に刑事があのあのあのもう。 臨場してでその場で現行犯逮捕っていう<ー>表彰されたとかって言ってましたけど,どそういうのもあの長くやってると、ね、ベテランの先生であったなんて話聞いたことあるんですけどまあそこはちょっとね手触りで見抜くのは私はさすがにあベテランじゃないと無理だなと年賀状難しいですね死、うん、によって違ったりしますから、ね、変なのが出てきてこれ本物かなって思う時ありますもんねあ <laughs> ありますありまますす、えー、だからもうそういったのことは、ね、やっぱり第六感が働くんだよとかって言われてもいやーそこまで何年かかるんだろうという気はするんですけどただもちろんねそれは特殊な例で 本当に普通にちゃんとやってれば大体は見抜けるというふうにはね、私、権利書で見抜く人もいましたよね、この時代にこの犯行はない犯行の羽とか違うんですよ、投機済みの犯行の羽がが年代ごとに違ってくる、あと30年前の投機済み権利書なのに、やたらと髪が白いとかね、日焼けてなきゃいけないのに髪が白いとかっていうので見抜いたりとか、そういう話は聞いたことありますけどね、あと運転免許証とかで、義務者の本人確認するんですけど、その時に運転免許証にいろいろ数字が書いてあるじゃないですか。あの数 ね <laughs> 発行地とか本籍とかあと再発行回数とかそういう番号全部暗記しておいて何がどこに書いてるかでもなんか発行地例えば長野だって分かったら番号でわざと新潟ですかとか出身新潟ですかとかっていうふうなカマかけて聞いてみて新潟お見事ですよとか言ったら絶対これ長野の番号なのに新潟だとかって言ってそこで見抜く人もいたりあとえとねえとわざと1個ずらしてああうちの母と同じ 今年ですねイノシシですかとか言って、うん、1一個ずらして、ねね、言ったりなんかしたりとか、うん、そういうようなことであの、本人確認を言わずとやってるなんていう先生もいるって聞きますね、でも、まあ、それ、あんまりやりすぎちゃうとね、ちょっと何疑ってるのかとか言われちゃってそ,、ね、それはね、あれなんですけど、でも、そこまでして、もう本当、使用書士として、大丈夫だっていうね、こう、実感がないと、なかなか、そう・サインは、ねねね、怖いです、ね、で新人の,あの使用書士なんかはやっぱり仕事も欲しいんで、うん もう投資通してあげたいという気持ちも強いし、うん、もうその決済なんか行くと私もそうでしたけれどももうみんなでこっち見てるわけですよね、うん、早くやってくれみたいな感じでその中でいかにこう自分のペースを保ってできるかってことが大事ですよねだからまあでもこの決済業務っていうのはでも実は私たちがあの合算に出さないとあのお金が支払われないお金支払わないと所有権は飼い主に移転しないんですねだからその普通の人にとって不動産の購入ってね 一生に一回あるかないかと、うんねうん、いう,ようなところが私たちにとってはそれが日常の業務になってくるわけでそこに絶対に不可欠な存在として立ち会えるというのは結構やっぱり、やっぱりこう、ね、あの興奮しますね、あの何度やってもあのやっぱりいいなという、うん、で最後、皆さん不動産買ったことある方いらっしゃるかもしれませんけど最後決まり文句決まり決済終わった後 言わない？お終わったんですか？<お>最後オッケー出して、オッケー出して現金が支払われるで、ええ、あの通帳に印字して、ええ、領収書を書いてもらって売買、ええ、代金の決済終わりました。ええ、言,わ言わない言わな,言わなかった。 いやこのたびおめでとうございますこのたびおめでとうございますで、飼い主さんに向かって、所有権移転、無事に終わりましたよ、おめでとうございますっていう瞬間は、やっぱり何度言っても、またうしそうな顔されるんですよ、皆さん、飼い主さんで、本当にやっとローン、ローン組んだとしても、物件変えてっていう、そこは私たちにとっては本当、毎日のようにそれ、立ち会えるんで、そこはやっぱり大きいですね、司法書士って、すごく。登記をね、自分でやる人もいますけど、決済案件だけは絶対、自分じゃできないです ねうん、このシステムが、召喚集が変わることはまあないと思うんで。 そういった意味ではあの司法書士の将来が、ね、AI 導入でどうたらこうたらとか言っている人いますけど、でも人物確認とかっていうのは、やっぱりあの人と人のね、登記、ね、申請書を作るっていうのは、確かに AI が得意そうですよ、ねうん、でもそれ以外の手前の部分がもっと大事ですからね人を相手にする仕事ですからね、AI にとって変わるってことはちょっと難しいんじゃないかなと、ね、あの数字を扱ってる仕事とまたちょっと違います、ね、そうですね。うんうん そこの点をすごくで面白いんですけど実務でもやっぱ AI 投入によって司法書士はもうダメだとか言ってる司法書士いるんですよ。うん、そういう先生に限って儲かってないんですよ。儲かってないんでやっぱなんかうまくやってる先生っていうのは全然その AI なんだって心配してないですね。あ、そうですね。うん、だからよくインターネットで最初言いましたけど、まあマイナスな情報が出てくるっていうのは、うん、そういうのを出す人は暇なんですよね。<laughs> まあね、儲かってる先生が儲かってたまんねえよとか言ったらもう叩かれますからね。<laughs> ね叩かれるのでそんなことは言わないんですよ。えーえー、で、あのレックでもよく実務者講演会で本当に成功していらっしゃる方お呼びするんですけど、うんまあ 皆さんやっぱり、ね、成功している方ってすごく博学で生き生きして、ね、やる気満々で,、ねうでね、将来にもう不安は抱いてないんですよね,、えー、ね。だからそう,そういう情報はぜひ、ね、生の正しい情報を見てほしいなとは思いますねでそういった情報をまあ我々も発信していこうという,ふうに思ってますのでそこはぜ、ね、ひ皆さんも情報を選択してほしいなと、ね。うん 今の景気はどどうですすかかオリンピックなんありまけ今景気いいです、すご今、それこそ先ほどの大手法人が新人合格者を囲い込んじゃって、個人事務所が新人を雇えないっていう状態で、もう新人合格者も結構、売り手市場で、すごい年俸も上がってきてますね、給料も。で、あと、でも司法書士事務所で、個人の事務所だと、そんな長くいないじゃないですか、そうですねいないですよね。森山さんどれました私は 最初1年で次3年ですね。そんなにいた。い私7ヶ月7ヶ月しか。ま半年いればね、大体もう覚えますね。あの司法書士って合格したらすぐ登録会をできるんで、他の先生の事務所に就職してもね、そんな長いこと行けばね、学べることないですよね。だったらもう自分で開業しちゃおうっていう気になっちゃう人が多いんで、その割と人手不足状態。そうですね。だからあのよくこういうガイダンスなんかで就職就職先ありますかみたいなこと聞かれますけれども、あんまりそれって 意識しないですよね。ねもう開業しちゃったら。うん、もう開業ね、しちゃえばすぐあれですし。 去年80歳の合格者が出たんですよ、えー、80歳の合格者3日で就職決まりましたからね三日で, <laughs> でその後でその同じ事務所77歳の去年の合格者も同じ事務所に就職したらしいですけど<ー>だから年齢とか経験とか扶養家族の多さとか関係ないですね、うん、でただどうなんですかね法人とかに勤務して例えば社員になって法人の勤務司法書士として年俸制である程度もらってる人はいるはいるんですけどでも個人事務所に就職 ままあ給給料料上がってきたたとは言いいしたけど、うん、そんなに給料ねねで,ですよ、ねうん、だから、やっぱり独立開業してなんぼの資格っていうのはあの変わらないですね、今も昔も。オリンピック前で、まあ、あの景気は決して悪くはないです、ただ、うん、今の消費者がみんな言ってるのはあの、オリンピック後はこうはいかないよと言ってます、オリンピック後は分かんないね、分かんない、分かんないって言ってます、やっぱりあの今、新築マンションと中古マンションの,の変動、動きはすごいやっぱ大きいので、えー、ただ、 これま、新築マンションの建設ラッシュは多分オリンピック後は一旦落ち着いちゃうと思うんで,、ええ、で中古マンションも動くかもしれないんですけどただ景気自体がちょっとわ、ね、からない、うん、だ,からだから今のうちにあのちゃんと、ね、稼いでそれこそお客さんと絆をあの、ね、あの関係を深めておこうというのはみんなやっぱ言ってますすねねそうで私のクラスの合格者なんかでも結構、みんな開業した方がその地域でうまくいっているケースも多い。うんうん ですね、あの結構若い方で最初は独立するのを心配していましたけれどもやってみたらできるんですよね、まあでもそ、そういう方だけ連絡くれるかもしれないんですけど。うん まあでもあのそのどの業界でもね一生安泰という資格は残念ながら今日本にはないと思うのでねあの絶対大丈夫だよというのはもちろん言えませんでやっぱり成功する人にはそれなりの努力とまたやっぱりコミュニケーション能力だとかそういったものは絶対必要だと思いますのでそれはもう一生安泰ということは言いませんけどただ、そのやりようによってはすごくあの大きく活躍してね生かしていくことができる資格であるということは間違いないと思うんですよね。 でそうなると、5番のじゃあ、この司法書士の最近の現状を、じゃあちょっと簡単に森山先生からどうぞ試験ですかうん試験試験あの、そうですね、司法書士のまず、試験に受からなければ話にならないですよねで、この試験が難しくなったというふうに言われます、特に今年難しかったですよね、うん、難しかったです、うん、基準点が午後、もう22問ですね、史上,す史上最低。 でそんな難しい試験受けられないよという,ふうに思うかもしれませんけれどもこれ相対試験ですからね安心していただきたいんですが毎年こう、合格者の人数はそんなに変わりがありませんので問題が難しければ基本的に低い点数でも受かるし問題が簡単であれば高い点数取れてなければ受かりませんのでその辺りはあまり心配なさらずに受験していただければいいかなと思いますねで合格率もちょっとずつ上がっとつがてるんですよね。 待ってますね。あの受験者が減ってる分合格率が上がるのでも嬉しいですね。そうですね。ねあの3%と4%の違いというふうに思うかもしれません。けれども、トップレベルで3%と4%とだいぶ違いますからね。うん、これがまあ60から61かじゃ全然違わないと思いますが、3と4。じゃ全然違いますから、非常に受かりやすくなってはいるかなというふうに思いますね。で、逆にそれはあの受験者自体は最終的にマイナスな情報もあったり減っては来たりしておりますが、合格者がそんなに減らしたくないというのはやっぱり。 実務で必要だからってことですか、ねですね、今本当にあの、うん、必要だだ思います、うんはい、だから合格者は減らさないわけですよ、そうすると以前より受かりやすくなっているということですね、受験者は減っているけれども、合格者は減らさないで、来年も多分合格者は減らさないですよね、でも受験者、多分減りますよね、うん、受験者減りますね、そうしたらもっと受かりやすくなります、ねはいあのー、これ、残念なことに、受験会場が減るんですね <laughs>、えー、来年からね。うん 司法試験と同じ、ね、そうですね今まで全国でやっていたのが、まあ、全国を何箇所か減らすということですから、まあ、そういう意味では受験者が多少減るかなという,ふうには思いますが合格者へのように実務でどうしても必要だしで大手の法人なんかで求めているということはそんなにこう減らせないわけですよねだから受かりやすくなるかなといったふうなあとその、まあ今日のタイトルにもあるそうですね 実務の,その将来性っていうのをじゃあ最後にちょっとお話をしていきたいと思うんですが今皆さん、お気づきのようにインバウンド需要なんてこね、ば2年前までインバウンドなんて言葉なんかあんまり聞かなかったのに最近ね散歩歩けば合格外,国者に外国人に当たるなんていう状態が都内では珍しくないんですけど非常にあの外国人絡みの登記申請っていうのがすごく今注目されているんです。これ不動産登登記記ででででもも商業でもそうなんですけどあの外国人の方でやっぱり日本 日本にこう定住されててててるる方っていうのがやっぱものがもすごく増えてきてるそうすると不動産を買ったり、まあ、日本人と結婚されてね日本にずっとあの、えー、長く住んでれば不動産を買うってことも当然ある,あるし、えー、そのまま亡くなって相続が開始したりというような時にやっぱり今まで日本人の中だけの登記申請のことを考えてればよかったんですけど例えばね中国人が持ってる不動産をオランダ人が買うとかねそういったような時にじゃあ中国人の人だと印鑑証明書って何持ってくのとか、ね、オランダ人の人に住所 住民票の写しってどうすんのとか、そういったそのじゃ相続人が本国、オーストラリアにいるんだけど、どうやって連絡取るのとか、そういったようなことっていうのが、やっぱり今までの司法書士って、どうしても得意じゃなかったんですよ、非常にあのドメスティックな資格だと自分たちが思い込んでたので、うん、ところがいきなりあのグローバル化に余儀なくされて、もう司法書士にてんてこまい状態で今、全く英語がしゃべれない先生だらけなのに、いきなり英語の仕事とかがですね <laughs> 非常に増えてきて、えー、でもう都内でも実は、障害事務所っていうの 何個あるか知ってます？ 障害って言える事務所ってなんか3つしかないんですって、あそうなんですかでその3つの事務所にもたらい回し状態で、全国から集まってきて、もうその3つの事務所のどこかに落ち着くっていうで、えー、もうそういうような状況でも,うもっと司法書士は英語を学ぼうキャンペーンを今、一生懸命やってるんですけど、全然変わらないというね、うん、なので、もともと英語に造形があるような合格者だったら、すごくそこで、うん、チャンスになってくるんじゃないかなっていうのは思いますね。あとと英語だだけじゃなくてもちちろん在日韓国人のの方た相続絡みだとか っていうのはもともと在日韓国人の方の登記申請はもともと韓国籍の使用書士が結構い,いてやってるからもともと需要が、ね、ありますからもうある程度確立してるんですけど、まあ、中国の、ねえー、方のやっぱ不動産の爆買いなんていうのもやっぱりひ、えー、昔前からありますので、うん、そういったような外国語を使った仕事というのはすごくす、ね、あのこれから需要がもっともっと伸びてくると思います。ままたたビザ解禁されたら、ね違,うん、違いますよねあの群馬の方にあの、うん 人口の4分の1ぐらいがブラジル人の間があってあ<ー>そこであの私の教え子が小少士会議をしてそのポルトガル語かな、うん、話せて。もう もう口コミで一点に信頼を集めても全部、その方たちの仕事は来るってましたねそういうふやっぱりありますよね、だからそういったような仕事、なんか、なんか、プラスアルファがね、あれば、本当に強みがあるっていうのは、絶対違うんだと思うんですよね、私も中国語がちょっとしゃべれるんで、私、中華街の近くで開業してるんですね、中国人の方の相続登記とか結構やってるんですけど、なかなか難しい案件も多いんですけど、ただ、できる先生がいないので、 非常にあの私のところに結構紹介でやっぱり来たりしますがそういったこ,う、うん、これができますっていうようなことを手を挙げると多分そこでその道で有名になればな,るなりますね、うん、違うんじゃないかなと。一番最初にやったね、うん、改正に強いっていうのもそうだし合格、うんね、に強いっていうのもそうだしあとなんかね特殊なものだでも結構いろいろ自分に合ったような塩書士の仕事できたりしてますもんね。うんうん、そうですね、うん、あ,のあとはあの ちょっとそ,のそういう言い方するとあれかもしれませんけど、例えば富裕層を相手にした仕事をするとかね、富裕層の方ってやっぱり財産が海外資産を持ってらっしゃったとか、えー、あの海外にほら、別荘、ハワイに別荘持ってるとか、えー、あと、何でしたっけ、香港にあの、うん、預金口座があるとか、ね、あのスイスの,あの銀行、貸金庫の中に金塊があるとか、うん、かそういうような富裕層の方の相続、<laughs> や私やってるんですよ、今 <laughs>、えー <laughs>、スイスの,あの貸金庫に金塊があるって言ったその金塊を相続に が取得するための手続きをスイスの,あの銀行とやってるんですけど、結構大変で、あれ持ってこい、これ持ってこいで、メールでやり取りして、当然、英語でやり取りしてるんで、うちの事務所のスタッフにやってもらってるんですけど、そういったそ、そういう普通の司法書士だと、相続が起こったら、登記の名義を、不動産の名義変えるだけ、だけど、そうじゃなくて、その方の全財産を一旦こっちでお預かりして、相続人の望む形で処理をして、承継するっていう、そのための、なんていうんですかね、手続きを一手に引き受け。 っていきますよってなんから、登、ええ、の名義だけを変えるんじゃないんだよっていうようなね、そういったようなあの提案の仕方をすると、非常にあの相続人って、4 50代が多くて、やっぱり忙しい世代なんで、うんええ、そんなね、その外国とやり取りなんかするなんてできない、じゃあ、先生に全部お願いしますって、ね、うん、そういう仕事だと、半年1年の納期待ってもらえるんですよ、でその期間の間に、全部現金化してほしいとか、全部現金化か。あの 中古車販売して土地も売って建物も売ってでそのそこそ海外預金は全部あのあの払い戻して、ね、もちろん日本の口座の預金も払い戻してであの貴金属については売ってくれとかね、うん、でそういうようなこと形で全部半年1年かけてあの現金化してきっちり。 兄弟であの二等分してお支払いする。それどっから仕事来たんですか。え、あ、それはあのうちの近所。近所。近所近所。うちの仕事はだいたい近所から来るんで。いいところに住むのが大事です。いいところに開業するって。そうするとやっぱりあの奥超える資産の方とかだと、結構それのあの今まで不動産の名義を変えるだけの仕事よりも、まあある程度報酬も見込めると。ただもちろんそんなあれですよ、あの金持ちばっかり相手に仕事してるわけじゃないんですけど。また大事ですよね。あの同じ時にしてもいい財産の移転の方がもちろん報酬もらえ。 ね、そうなんですよね、ええおあの、ちょっと下世話な話です、す。実際でもそういうような、我々もあのあのボランティアでやってるわけじゃないので、ええまあ、私はスタッフに給料払っていかなきゃいけないので、そういった意味ではやっぱり、そういう仕事も、まあ、積極的に取ってこようと、うん、ただもちろん、あの生活保護、受給者の方の私、うん、後見人とかもやってますから、ええまあ、もちろんねあの、市民のための法律家として、ね、うん、そこはあのね、出にぎわになってはいけないなと思うんで、ええ、あれはやってますけれども、本当にいい。 ただ、えー、事務所をやっぱ大きくして経営者としての目線でいくのであればある程度、そういう仕事も貪欲に取っていく必要はあるのかなとは思ってます、ね、だまあ、うん、使用書士という形はありますけどうん、うん、結構いろんなことができるしその中で自分にこうやりたいことをやればいいということですよね。と まあ、司法書士の中で結構葬儀屋さんに出入りしてねあ<ー>あの葬儀屋さんにあのこう司法書士の,の出入りの司法書士としてねあの営業の結果あの、うん、出入りの司法書士として認定してもらってで、まあ、あの相続が起こって登記とかね、うんうん 誰か紹介してほしいっていうふうに言われたときに、必ずその先生を紹介してもらう、えー。そこから太いパイプで、仕事が来るなんていう、えー、えー、そういうね、ビジネスモデルしてる人もいますしね。えーえー、本当にいろんなあの、あのやり方はあるんだと。思います、はい、ですね。あと、森山さん、なんか、あの気になる業務、最近の業務ありますか。先生青年後継もやってるんですか。青年後継は今、二人だけやってますね。二人,、うん、人、うん、あの、ちょっと、なかなか、あの、ね。えー だいいた15人ぐらいやるとペイするっていうんですけどね、生年後見人だけで、うん、報酬で、でも、ちょっと増えてきますよね、うん、ねあの高齢化もあるし。であの、なんか最高裁の通達で、基本的に専門家ではなく、家族に後見人をやらせようなんていう通達っていうか、うん、あのそういう指針が出たんで、あ専門家の後見人はもうね、あの 下ななのかかかっっってて思っちゃるる人いいいもしれれんですすけどあれは違いますからねあの基本的に家族がいるんだったら家族望むんだったら家族に後見人をさせて専門家、司法書士、弁護士が後見監督人として必ずつきましょうというね、うん、そういう指針ですからあのむしろ実は我々としては後見人やるよりも後見監督にやった方がいいんですよ後見、ね、監督にやった方がうが後見監督人の方が法律家の立場でアドバイスできますので、うん、どうしても後見人だとねあの介護用品買ってこいとかっていきなり連絡くるんですよ。介護用品 か持つなんか何パック買っ,ってくださいいや、でもちょ,ちょっと今、今日行けないんですけどっていう、さんとかから、ね、し話しててもなんかあの、お小遣いの請求の電話がもう一日何遍も来るとか、もうなんか大変だっていう話もね。大変でね、あれだったりするんで、なかなかその本当に保護し入れてやっているならともかく、えー、なかなかね、あのちょっと私はあんまり今できてないっていうな、ね。なるほど、まあ、いろんな仕事があるってことですね。 そうですね。もうあの皆さんがね、えー、興味いい持って、えー、まあ、後見人やりたいっていう方結構いらっしゃるんで、えー、それはもうあのこれから先高齢化社会がなくなることないですかね。ねうん、そこに関しては特に問題ないんじゃないかなと思います。逆にあの関西の訴訟代理の方が、ちょっと今後はどうなのかなとは思います。簡易<ー>裁判所の訴訟代理権、えー、司法書士、えー、あのー、合格者に。 えー、認定考査っていうね、あの 2>, うん、2回目の試験に合格すると、簡易裁判所で弁護士みたいに代理人になれるんですよ、だけどちょっとあっちの方が今、あんまり司法書士やってる先生が多くないです、ね、そうですね、昔はね、過払い金訴訟があって、うん、結構、肩通りにやれば結構、ペイができたんですけどもね、うん、訴訟って一つ一つは、 大変ですから個別にやると、うん、しかも140万の上限がありますからなかなか儲かんないって話もあ,りますしあれ営業ですね営業うですね、うん、もう資金の返還請求とか本当に友人に貸した10万返ってこないとか、うん、そういうのはあの引き受けたりする、えー、だとしてもそんなに。 報酬にはつなながらないしかも領域争いで弁護士会も今うるさかったりししますしね、うん、うるさいですしでだから、まあ、あれはもうあれですね顔見せというか、うん、そうですね、うん、営業としての役割なのかなと思います、えー、だからそこはそ訴訟をやりたいから司法書士というのはちょっとあの違うんじゃないかなとは思ってますただ開業している方も例えば相続の事件を扱った上で訴訟になっちゃったからやるっていう安心感というか<ー>そできるっていうところはあるみたいですね。 だからどうだろうね、ね世間の注目を集めるような訴訟の代理人になりたいとか、刑事事件やりたいとか、うん、少年事件やりたいとかって、そういうような方はやっぱり司法書士じゃなくて弁護士さんなのかなっていうふ、ね、うに、ちょっとその資格の選択っていうのは、やっぱり労力かける以上は、ね、自分に合った資格はぜひ、えーね、チャレンジしてほしいなとは、ねはい、思ってます、ね、でこのような司法書士ではありますが、お時間がまいりましたので、最後に。はい こういう仕様書士になるためにはこれから講座が始まるわけですよねあ今、これ聞いてくださっている方もあの受験、えーえー、されたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、えー、もしまだ、ね、あのチャレンジ考えていらっしゃる方は森山さんの方からどうぞ。え 2ですかねに向けた初学者の講座、これが雲野先生の方が新宿のクラスで,で、私の方がですねが渋谷のクラスで始まります、1年半かけてゆっくりお話をしていくという講座ですね、すで既に今年の試験受けたよという方は、われわれ中上級講座やっておりますから、そちらの方え始まったばかりですから、ぜひ受けていただければというところですかね通信でも聞いていただけであの通信、ウェブないしは DVD でもあの全国聞いていただけますので、もしあの興味 がねあのある方などは、全国の各レックの、ね、本校で、受講相談もできますし、またあのコールセンター等で、お電話でご相談等も承りますので、どうぞね、あのご覧になっていただければと思います通信で受けるっていうと、不安な方もいますが、うん、結構やっぱり通信で受かってる方、多いですからね、通学できるっていうのはま場所的な、ねうん、どうしても関係がありますからね、えー、あの通信の方が、実は合格者は多いですよ、人数、ね、頭数が多いですからね。えー ですのであのあとレクあの大手ではありますけど万全なあの一人一人のサポート体制えー、取っておりますのでその点は安心してえ、はい、ぜひ受けていただきたいなと思いますはい、最後まで我々は面倒えー、見ていきますので,、ねですね、えー、ぜひあの興味がある方は本当にあの。お 凡人が受かる最高の資格ですからね、<ー>努力した凡人が受かる最高の資格なんで、ぜひあのチャレンジしてみる価値はあるんじゃないかなとこの試験って暗記することが多いんですよ、だから頭がいいとかそういうことではなくて、一生懸命勉強した方、ちゃんと勉強時間取ることが大前提ですが、そういう方がしっかり勉強すれば受かる試験っていう意味で、今、言ったわけですよね、だからぜひ頑張ってもらいたい。そしてあの、ね、あのチャンスの 時だとということは冒頭でもね言いましたんで、うんえー、本当にこの5年間の間に、ええ、多分業界の、うん、勢力図変わりますよ、ええ、でも5年経っちゃったらまたこの5年で十日、えー、からしてきた人が向こう何年か、えー、トップをねやっぱ君臨しちゃうっていう。 固定化が起こっちゃうと思いますから、この五年のところでぜひねあのバッチつけて実務に羽ばたいていく、それができる資格ですから、ぜひあのやってあのやってやれないことはないっていうことで頑張っていただきたいなと。受かったらぜひマンゴーね。送ってもらえば。そうそれはいいんですけどはいはいじゃあのぜひねあの皆さんあの今日のお話ちょっとまあ一時間弱だったんであのそれほどねあのたくさんのお話はできなかったんですけども皆さんのお役に立てればというふうにね我々。 立てればあの本当にいいね嬉しい限りです。じゃああの以上で,うで、ね、今日はあの、えー、運動先生もね、はい、実務をいろいろ話していただいてね短しかったです。あのそれではじゃあ私たちの方からの最新事例から見る司法書士の実務と将来性のお話じゃあ以上で終了させていただきたいと思います。はい、じゃ皆さんどうもご清聴ありがとうございました。